ものすごい性格ですやん。こういうことをいわゆる教会では言わないね。言わんや、僕はよく皆さんに黙示録っていうのを説明しておりますが、そんないわゆるキリスト教会で黙示録はやらないですよ。いろいろ解釈があってとか言うんですよ。読まない。私たちは知りたいのは宗教的儀式じゃないんです。イエスが何を言ったんですかとね。これを皆さん間違ったらダメですよ。僕は皆さんに聖書予言が大事ですよと言ってるのは、キリスト教という宗教はそんなんどうでもいいことや。何をイエスが言ったから2000年間彼は世界を動かすほどの力があるんですかということを知りたいです。僕はわずか19歳のことを、皆さんよく言うけど、19歳の時にこのイエスとは一体何やねんと思ったんですよ。ほんでユダヤ問題との関係において僕は自分で研究しだしたんです。だから将来どんな仕事したらええやろうか、つまり時間があるためにどうしたらええやろうか、ああ学校の教師だと思ったんですね。で学校の教師になって、なった時は22歳やね。ほんだら春休みあって、夏休みあって、冬休みあるやん。自分でやりたいこといっぱいありますよ。同時にそう子どもたちにというか生徒たちに教えるわけですけども、日本の歴史を僕は教えてました。だからものすごい興味ある。だから日本の歴史を教えて、それを子どもたちに語りながら自分でもワクワクしてるわけです。そして自分として時間を有効に使いし、体力を十分に補いながらユダヤ問題研究したわけです。俺食うために人の有名な会社に行って、あんま全然考えないですよ。自分の人生で1回しかない。ほんだら1回しかない人生を有効に過ごすためにどうしたらええや。そう、その続きイエスは7、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるだろう。これは今から始まることです。民は民に、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がる。またあちこちに第一飢饉、また地震がある。そして次の改革をしてありますが、これルカの福音書なんですね。同じところでルカという人はもう一つ加えてるんです。つまり7のところで飢饉と地震で、11のところで大地震があり、その時あちこちに疫病が起こると言ってるわけです。合計で3つなんですね。飢饉、地震、そして疫病。この大阪、日本でドーンできたね。新幹線脱線した。3日に1回ぐらいは地震起きてますよ。激しく。地震を誰も止めれないね。だから初めに人工的に起こしよった地震、311、今から11年前や。あれでドーンってやった結果として、余震がどんどん今もする。地球がものすごい変化してるらしいわけでね。だからイエスはこの7でまず飢饉が起き、それから地震があり、そして改革の中でルカ、疫病があるって言ってるわけです。私たちはコロナウイルスが終わった、そう終わってほしいですよ。だけどコロナウイルスはこれで終わったんですか、わからないですよ。もっと変化して強くなるかわからない。ある時また数年経ってバッと変化したやつが出てくるかもわからない。だから病気終わった、そんなことないですよ。3つ、1つは飢饉、2番地震、そして11のルカのところで疫病と書いてある。これが送り出すって言ったんですね。で順番でいくと、6、戦争と戦争の噂が広がる。そしてまだ終わりではない。7になって、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がる。まもなく民族同士の戦い、国同士の小さな戦いが起きるでしょう。そして7で飢饉、地震が起き、で左の11ですが疫病がある。この3つです。だから先ほど僕は飢饉と言いました。穀物はなくなりますよって、もう皆さん穀物は準備してらっしゃるでしょうけれども、できるだけ準備したらいいね。この前僕奈良の山奥のところで皆さんにお話したように、まさに縄文時代、弥生時代のような素晴らしい農業をやってる人がおって、5月6月なんか行ったらもう川のところにさあっと鮎が泳いでてね、いやーと、もうほらもう橋の上から鮎が。ほんで数日前に予約しておいたら、そこの鮎を取って
ほんで大きな入れ物で横からこう見れるわけですね。そこ入れてあって、おじさん、この鮎をこれから食べさせてくれるんですか。そやで、当たり前ないか言うて、ほんで串に刺して目の前で焼いてくれる。ほらうまい、ほら鮎ってこんだけうまいんかなと思って。その水がまたすごいんや。その村で僕はそば食べたりするんですが、水道の水の超からな、ああ大地の火山灰の中から湧いてきおる水や。だからその水の中で泳いでる鮎はもう最高に幸せやな。何よりすごいの野菜や。そこで採れる野菜、この前僕の友人にあそこ行って久しぶりに野菜食べようやって言ったら、4月1日までやってませんって言うて、なんでや、もう建物全部建て替えるじゃ、食べ物全体じゃないわ、一部取り替えてちゃんとやっとるんで、4月1日になったら宇野さん一緒に行きますって言ってるんですね。ものすごいうまいんです、野菜が。昔のままの大地、さっき言ったみたいに火山灰があって、その上に土が詰まって、何千年でしょうね。そしてそこへ雨が降って、あるところでは水が湧いとるわけです。あららもう嬉しい楽しい。そこやって、温泉があって、温泉に入るわけや。皆さんこんといてや、宇野先生裸になっとるいうことになるからそれはもう僕にとってもう最高の幸せで、わずかなお金でもうほんまに幸せを体験できるという感じやね。そこで作られる米、これはもう最高やで。そこで作られる米はもうペン言うと火山灰、その上に土が詰まって、そして雨が降ってきて、その火山灰を通っていけるわけよ。そして地下水が出てくるわけです。そこの農家のある人に、そこの、まあ、なんていうか名主か庄屋さんみたいな人に、なんでこの米はこんだけうまいんですかって言うたら、彼は大地やって言ったんですね。この大地や、ほう、もう一つは水やとはっきり言いました。大地と水や。ほんでその大地と水の米食ったら、まあうまいわな。ちょっとまあ言うだけで失礼やけど、ある人にね、正月の前にプレゼントするやん、中元とお歳暮、それで米をお送りしたんです。ほんだら、この米はうまいって言ったんですね。で僕は今飢饉という問題があるから、そこの農家の人が作ってる米、今言ったもうものすごい美味しいんですよ、その米を全部買うって言ったんです。もう売ってくださいよって言ったんです。ほんだら向こうのその農家の人はありがとうございますって言って喜んでくれて、旬が過ぎたから、つまりもう今は3月でしょ、だから旬が過ぎたから割引先来ますわって言ってくれて、ほんでもうバーッと買うたんですよ。もう米も大事やで、いつまでも米があると思ったらあかんで、食料なんか何でもあるわ、違う、そういう時代じゃなくなってる。イエスは言った、飢饉と地震、そして疫病と言ったんです。